はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、強化パワコを今回は投手でやっていきます。でデッキの方はまたゆるちゃんをお借りして、で今回はね大豪傑様使っていきましょう。ちなみに初使用です、自分では。でテーブルの方が35で固有ボーナスがついて、タックと筋力ボーナスで、タックが60なので80になって、やる気効果アップ50も持ってて、35で筋力ボーナス12なので多分筋力ボーナスが18に、なります。もう本当にめちゃ筋力を稼げるキャラですね。でちなみに45になると筋力ボーナス16になるんで22とかになるのかなめちゃ筋力キャラだなと。で、コツの方が伸び重い球、ポーカーフェイス、暴れ球なのでコツ自体は荒れ球ですね。で筋徳の方が、まあ、この暴れ球とあと威圧感、まあ選択性の威圧感不確定、暴れ球が確定になってます。でただ大豪傑様ですね、2回目に一応成功失敗みたいなのがあって、イベント自体は失敗しても進んでいくんですけれども、2回目で失敗すると、ちょっと赤特殊能力、マイナス特殊能力がついちゃうというデメリットもあります。でまあその筋力をね、生かすために今回北斗を連れてきて、まあ、球速骨を狙って球速を上げていきましょうと。であと変化球はこの3人で固めてます、まあ、ちょっと体力イーターが多いかな。で、まあ、前回ねあのゆるちゃん連れてきてお守りを持ってきて、あんまりその効果を発揮しなかったので、お守りを持ってきてない代わりに体力イーターが多いのでカロリーバーを持ってきてますので、まあ、そこで体力調整をしていきましょう、まあ、ちょっとこれでやっていきます。ゆるちゃんいるね。まあ、お守りがないんでゆるちゃんはね本当に優先して評価を上げていきましょう。あとね神高もねちょっと金徳が不確定なんで、でここは精神技術を狙っていきますか。ゴールキーパー、ゴールキーパーってさちょっと言っちゃ悪いけどさ、あんまり練習することあんのっていう、反射神経とかを鍛えるのかな。まあ、ゆるちゃん大攻撃、大攻撃でっかめちゃでかいな大豪傑様と。メンタルトレーニングとか、なんか超メンタル鍛えられそう。で北斗の骸骨はルナちゃんで取っていくと。でまあ一応ね二股にはなるんですけど、ルナちゃんの二股だったらなんとかなるでしょう。こんなのさ顔かすめたとか顔に当たったら即死でしょ。まあルナちゃんはね練習していけば適度に上がっていくと思うんで、ユールちゃんを優先しましょう。ちょっと体力が減ってきてるね。あでね立川はねサンタなんで骸骨をね神高からもらえるっていうのもあります。精神、うんーどうしようかな、まあ、微妙だから寝るか。おいあそっかスバル今回ピッチャーで勝負するからここめっちゃいる。変化球はねちょっと一球種覚えておこう。これもな行くか。祈る。この前失敗したけどね。おおうまい、いいね。評価10も上がったよ。超経験値もらえる。あ緩急もらえるんだ。ルナちゃんはね今回緩急を取っていきますからね。神高これはコツをいただきたい。スライダー、あそうかこいつスライダーなんて持ってた、忘れてた。ユールちゃんの評価そろそろ良さそうな気もするんだけどな。うわ体力がなくなる。
どうしようかな。まあ、ゆるちゃん OK だね。ウドがいるね。まあ、メンタルで回復してくれるかって言ったら、ちょっと微妙なところがあるけど、ウドにかけよう。ストレッチな、ウド。おお、違った。こっちじゃねえ。ストレッチしてくれよ。で、あとルナちゃんがどうなってる。まあ告白来たからいいか。ゆるちゃんで。これ告白でめっちゃもらえるんだよね確か。いやすげえわー。コントロール、うーん、ルナちゃんまだか。でもまあコツ優先でいいでしょう。打たれ強さ、打たれ強さどうしようかな。神高のイベントでもねもらえるっちゃもらえるんだよね。大高血様潰さなきゃいけないのって、あれ玉ってさ、そんなに、いや技術を結構使うのか。まあ、あれ玉もでも掴んでからしよう。スライダーだね。ちょっとスライダーをじゃあ3にしておこう。何何何ギャー暴力反対ってあれ玉そうか、練習レベルアップするときにも体力削られるんだよね。よし、ここはちょっと打たれ強さをもらって潰しちゃいましょう。潰せるかな。うん、全然いけるね。で、変化球、立川か大高血様どっちだ。もうポーカーフェイスはねちょっとしょうがない。もう、あ、暴れ玉潰してなかったね。暴れ玉っていうか荒れ玉か。でルナちゃんも特に意識はしてなかったけど告白が来て、でここはユールちゃんの方がいいよね。クリスマス、まあお疲れでいいでしょう。でさらに練習できるね。神高はスライダーはもうもらったから、てか今回あるじゃん、神高とスバルが同じ高校じゃんもう中二病同士。まあ仲良くやってってくれ。これどうしようか。ルナちゃんのさ評価ってなんかちょっと下がってもいい気がするんだけど、精神はねサッカー練習で結構もらえそうだから。北風って何が増えんだっけ。ルナちゃんの評価は下がっちゃうけど経験点的には、おお、いいねいいねいいね。90もらえる全部で。スバルってどんくらい能力やったっけ。野手能力 C か、パワーが B か。結構強いね。もう適当な投球術だけどなんとかなってる。よし全部見送りか空振り。一回もバットに触れさせなかったな。でここはデートしましょう。でゆるちゃん、ルナちゃんもねデートで経験点が稼ぎ出せる人なんで、大豪傑様、小豪傑襲名そうなんだ。小豪傑とかって別にコンボとかないからね。小豪傑の称号を授けようと思っておる。小豪傑とは我らが称号、中豪傑、大豪傑、はあはあはあ、受ける全てを犠牲にする覚悟で挑めてる。
第1弾ここまでとする。北斗の2回目って、あ、減るよね体力。ただ怪我しにくさがもらえるのか。 8% 筋力56とかやっぱりすっげえな。球速レベル1だからね、これで56もらえるのか。 8% か。コツもあるからね。ポーカーフェイスはさ、敏捷どうする？2か。いや、取っちゃおう。やっぱりポーカーフェイスが来るのはもったいないからね。で、最終的に投手と切り替えよう。体力がなくなる。伸び。今のところはさ、うわこれまた減るわコツくれてるね大高血様。いや、さすがに無理でしょ。ルナちゃん2回デートして体力を回復させるか。ちょっと2人いるからね。ユールちゃんはカラデートどうなんだ、ちょっとわかんないけど、ルナちゃんはカラデートが起きる可能性があるんで。そしてまたわけのわかんないイベントが、せっかくの体力が、体力がすっからかんになってしまった。あ、これもね、なんか通常イベントの方なんだけど、いろいろ成功失敗があるんだよね。で、体力回復できれば体力回復したいんだけど、そういうのあんのかな。あ、あるね。暗黒ラ、なんだっけこれ、なんか読み方があるんだよ。一番下メイド、メイドさんじゃないですか。暗黒じゃなくて地獄じゃ、暗黒か。暗黒が成功すると体力回復しそう。これなんて読むんだっけ暗黒レースおはぎ、ぜんざいまんじゅう、暗黒レースか。なるほどね。俺は結構いけるぞ。甘いもの超好きだからね。コーヒーはね、マックスコーヒー、まあ、多分関東近辺の人しか知らないと思うけど。あー、体力上がった、やったーで、何もないのでルナちゃんとデートして体力を回復しましょう。これかなり回復したよね。83とかマックスまで持ってったんだけど本当こいつら体力奪ってくわ27がねちょっとでかいよね。まあそれなりに経験点もまあもらえるんだけどさ、強化されてるから。まあ病院へ行かせる必要もない気もするんだけど、どうしようかな。牽制、臨床ポイントが稼げるね。編成じゃないんであれなんですけど、北斗がまだ乗ってない。コーチング、味方ディフェンダー能力上がる。立川は大丈夫、上高も大丈夫、大高血、ルナちゃんが全然しょぼいね評価下がっちゃったからね一応上げていくか。PK が上手くなる。先制ストライク、あ、やった先制ストライクもらったぜ。これどっちがいいんだろうね。特訓に付き合うと俺が考えた練習にしよう。まあ、デートしていきますか。12月の2だからね、ここ回復したいんだけど、どうだ。回復するね。で12月の3で練習をしてクリスマスを迎える。
ごわ、体力削られた。ひどい。ただいい練習がない。ゆるちゃん意外に評価低いね。ちょっとじゃあもうデート進めよう。ルナちゃん回復はしないからね。あれ、それはもう3回目じゃん。スライダーしかない、スライダーしか。まあいいか、神高からスライダーのコツをもらったからな。俺のこのスライダーの切れ味で。1打席勝負だからちゃんとボール球も織り交ぜていこう。ギャー、危ない。たまーに内野安打とかになるからね、ああいうの。あ、ここはルナちゃんの強化上がるんだ。で、立川のね、これがね、どうなんだろうね。バッティングセンター行くか、やっぱり。よし。アベレージヒッター取ってみる？弾道は2にしたいね、そうすると。まあ、パワチャレ要因だと考えて、アベレージヒッターがどれくらい ?105 敏捷使うのか、それもったいないな。ちょっとでもあれが溜まってきたね、経験点が。球速はちょっと上げられないよ、まだ。スタミナをじゃあ D くらいにしてさばいていくか。コントロールを D にする。あ、スライダーせっかくあるから4まで上げますか。ちょっと1回これで止めよう。北斗欲しい、コツが欲しい。球速よし。まあ3でとりあえずちょいちょい上げていってもいいと思うんで。ここで大吉が欲しい。いいね、36か、まあ、前回も36だったけどね。小吉、ここで大吉出るとだいぶ違うよね。ルナちゃんまだ乗ってないのか、一回練習する。じゃあ経験点のために評価を下げてしまったからな。やる。なんかこいつさ、地獄の特訓みたいなの多くねえか。大高血も大変だし。1か、まあしょうがない。ルナちゃんまだ。ちょっとルナちゃん乗っけておきたい。名場面集。だね。ルナちゃん、まあコツ欲しいからね。ちょっとルナちゃんと練習しておこう。あ、監督評価も全然気にしてなかったな。ジャイロボールか、根性が欲しかったけどな。なんて言ってた。あ、これなんかよくわかんないけどたまに出てくるよね。お、耐えた。火消し。そんなんもらえんだ。あー、ルナちゃんの評価があるからな。ちょっとチームメイト評価を上げておこう。コツがあるけど、大豪傑様のコツか。ちょっと球速は上げておいて140くらいまでにしておこう。こういう時はルナちゃんか。ゆるちゃんもどっかで体力が回復しなかったよね。
あ、そうか、ルナちゃん、クリスマスにイベントが来てないから緩急もらえなかった。まあ、なんかで緩急もらったからいいけどさ。お、これは体力回復して2月の1周練習しよう。ちょうどタックも来てる。お、いいね、ダブルタック来てるね。お、ルナちゃんになった。そっか、練習してるから評価が上がっていくのか。お、これ勝ち運、珍しくここで勝ち運を掴んで取れる。ダッツ三振は取っておこう。ジャイロも取るでしょ。逃げ玉も取っちゃっていいかな。先制ストライク2か、引き手は1。一応先発を目指してはいるからね。うん、スライダーせっかくもらったから7にしよう。あー、ダブルタックコツ北斗かー。でも球速コツは最低限掴んであるからね。ちょっとこれ経験点に目がくらむ。いつもの俺、ここも勝負していこう。ピッチャーでの勝負って超久しぶりだな。球速はまあ一応140あるからね。低めが欲しいね。そうするとやっぱり、やっぱ2回目3回目の方が強くなるのかな、その打撃レベル的なやつ。本塁打厳禁取れれば逃げ球もね、なんかあったからね。骸骨あ、これどうする。なんか3択あるけどあんまり把握してないんだよな。政治家になるか。ルールって何、政治家が決めんの。対強打者、あ、いいね。でコツ、大豪傑様。能力アップ、そうか、ユールちゃんはちょっとデート取っておいてもいいのか。あれで下がっちゃうからね、井戸端で。攻めつくかい。なるほど、ここであれか。ちょっと分かんねえな、何回目だっけ今デート。3回目、3回目のデートがどうなるのかをちょっとユールちゃん調べて、回復したらデートする、回復しなかったら寝る。ユールちゃんのデート、デートデートの3回目、体力は回復しない。じゃあちょっと寝るか。あれ、これってさ、体力削ってくるやつじゃなかったっけ。せっかく寝たのに。まあ経験点はそれなりにもらえるからいいんだけど、特に何のあれもない。どうしようかな。スタミナでも上げとく。でここは変わってもらって、体力回復して練習できるかな。あれだったらカロリーバー使う。まあワンタック、神高でも1人でも67もらえるのか。神高はね、やっぱりね、タッグは強いっすね。練習できるかな。コツがあるから練習したいけど、メンタルか。こうなんか実りある合宿ではなかったな。よし、球速コツ5まで来たんで、もうどんどん上げていきましょう。変化球、北斗。コツ、伸び、いいねー。
ってそろそろ体力がなくなってきたけど、コツか北斗か、まあ、北斗は大丈夫かな。デートを進めていくか。で変化球を上げておきたいけど、どうしようかな。まあカーブでいくか、無難に。でゆるちゃん3回目は特に回復しないんで進めて、で4回目と5回目のデートを取っておけばいいか。4回目は体力回復するんで、おい、ちょっと監督評価そうか、こっから気にしていかないとまずいな。ルナちゃんか、コツか。いや監督評価やばすぎだな。一回使っちゃおうか。コツ欲しい。重い球、よし。にらめっこ何これ、死んだら負けみたいなこと言う。死んだら負け、死んだら負けじゃない、負けたら死ぬのか。逃げ出す。いや体力めっちゃ減ったどうしようかな。じゃあ暴れ玉はじゃあ取っちゃいましょう。ちなみに暴れ玉は絶対1ですね。先制ストライクももう1回2で全然いいんで、対強打者はもう1回立川からもらっちゃってもいいと思うんで、あと根性か、低めもあるね。伸びはもう5で、タイピンってなんか立川か持ってんのか。どうしようかな、1回寝ちゃおっか、それともルナちゃん終わらせよう。ルナちゃんはなんかデートを終わらせれば経験点はマックスになるみたいなんで、これどっちがどっちだっけちょっと待って待って待って、ちょい久々で忘れたな。サクスペルナ、サクスペルナのデート5回目だ。こんな走者釘付け取ったらさ絶対無理でしょう。下か、いいねいいね、経験点はほんといいよね。で緩急骨を持ってる人はいなかったと思うんで、変幻自在も取っちゃうか。なんか発動してるけど何が発動してんのなんかめっちゃ燃えてたよね俺。あ、ジャイロボール、いや違うわ、ゲーム持ってかった燃えたからあれか、ジャイロボール完全に見透かされたな。コツ北斗、神高コツ欲しい、使っちゃおっかな、コツのために。くれ、コツ低め、よしよしよし。小筆ノート、これは短所にしよう。球速が上がった、やったぜまあリリーフだよね。5月から監督を追うか、ここでどれだけ監督の評価が上がるか。カーブはじゃあ4、あとはコツ、根性はまだ置いておく。精密機械がいけるね。変幻自体も経験点がたまったら取っていくか。タイピン取っちゃう、1だけ取っとこう。試合でねあれば役立つんで、タイピンは。
できれば登板して投げないでそのまま試合が経過してくれるのが一番嬉しいんだけど、どう？出番はなかったとか言ってくるかな。よしよしよし、出番はあった。監督評価が15。おお、小筆ノート、次何になる？短所、球速、やったぜ、球速4も上がった、小筆の力で。さすがに監督は無理だな。デートどうする？あと2回でしょ。で、5月だからな。いいや、寝ちゃおう。で、ワンタックとかだったら、監督を追う。ダブルタックとかだとね、さすがにあれだけど、もういいや、監督にしよう。ちょっとね、試合に出れないのはさすがにまずいから。そして、上高くんが、そうだ、まだまだ、体力を削ってくるんだ。こういうところで少しでも体力を回復しなくては。今回はちょっと監督に振り回されてるな。ルナちゃん、ルナちゃん欲しい、ルナちゃん君が欲しい。ちょっと敏捷ポイントがめちゃくちゃあるから、牽制だよね、あれどっち、牽制でいいんだよね。ちょっとルナちゃんのあれ忘れているな。打球反応だ、全然違った。打球反応取ろう、直取りしよう。敏捷ポイントはだいぶある。打球反応どこ、あ、これだ。38も使うのか。ここ作れ、根性練習。監督、監督、マジで監督、神高、監督がいる。これはちょっと監督にしよう。北斗のコツもあるしね。よしよし、もう6月になってしまった。そしてここはどうだ、 OK、 とりあえず取ったけど体力がなくなって、監督、監督がやばい、監督がマジやばい。うおー来た。特にこれのケアはないんだ。いくらパワーコーとはいえ、ちょっと待って、監督最優先にしよう今は。で、6上がって追加発生してくれ。よしよしよしが2回続いてるけど、あとはまたゆるちゃんとデートだな。いやー、たまにね、こういう監督評価が必要な高校だと監督に振り回されるからね。これは大丈夫、大丈夫だね。ストレートとか普通に打たれんだけど。やっぱり変化球が無難かな。これ打たれた、打たれたね。本塁打厳禁ってさ、1本とかでももらえるのかな。本塁打厳禁とあとなんだっけ。本塁打厳禁普通にもらえるね。で、メンタル骨か、メンタル骨はいいね。ちょっと取っておこう。テクニック、よし、ゆるちゃんの評価が上がった。まあこれもこれでいいか。まあ技術はね、特能を取るときにほぼ使うんで。よし、ゆるちゃんの評価がめちゃくちゃ戻ってる。神高 2% か、ちょっとゆるちゃんとのデートかな。ドクター K はでももう骸骨は掴んであるのか。変幻地で取っちゃうか。じゃあ牽制もじゃあドロー。あと必要なのはスタミナ C にしておく。球速は150、
やっぱり技術が足りなくなってきてんな。ここでニバーか。これさ、すっげえいっぱいいるけど、天下に集まれよっていう。で、7月はもうマジデートだな。ここはもう体力がないから絶対デート一応見る。うん、ワンタックか。ユールちゃんを進めていこう。ユールちゃんからデートありなしがちょっと分かればだいぶ計画が立てやすいんだけどな。7月の4週とかに置いとけるからね。先発。あれ、パワコってさ、なんか打撃すげえ弱い気がするんだけど。いや、いつも通りチャンスに登場しよう。誰だ、やべ、火山に走ったなこれ。おお、さすがだね、俊足2人組だね。科目も結構強いね、なんか知んないけど。佐世もまあ悪くはないか。1点取られた。これ芥川君か。まあちょっと普通的な能力だね、まあ、弱くはないけど強くもない。こうやってホームラン打っけ。 G とかこいつホームラン打てねえわ。コールトになるんじゃなくて、こんな絶不調なやつさ代打に出すな。てか代打に出したってことはさ、俺もう降板したってことか。まあいいや、終わらせよう。じゃあ、あと練習状況によってはデートだね。どこでデートを挟むか。うん、神高ワンタックかは、まあ悪くはないからね、やっちゃおう。まあ、ルナちゃんとかだったらね、悩んだけど、ルナちゃんなんで、大高血様のコツを取るか、デートをちょっと怖いから終わらせるか。そもそもユールちゃんの評価が、マックスにはなってない。どうだ？ワン、じゃねえよ。先手必達。ここでさ、これ来ても最初の時に来てくれよ。ギバか、どうする。いや、自分で打とう。ね、あれなんだよね、先手必殺は取って、本塁打現金取るとすげえ技術がなくなるな。まあ、ど根性はね、技術を使わないからいいんだけど、やる気が普通だからな。うどか、うど打てるか。まあ1点、最低限の仕事はしたな。何事もなく何事もなく終わったな。一番いいパターンだ。ここはワンタック、ね、さっきと同じパターンだな。ユールちゃんどうなの。ちょっと怖いから一回練習する。本当に怖い。本当に怖いんだけど
ちょっとゆうちゃん優先に。まだ4上がるか。変化球277か。3球種目が取れる。どうしようかな。3球種目欲しい気もするけど、技術がね。ほい、技術が足りてないんだよな。ちょっと置いとこう。あ、ちなみにサッカー練習で取れるのはミスターゼロだったと思います。カザイン、パワーはそんなないね。まあ足キャラだからね。キャペ、絶不調じゃないかお前。しかしそんなの関係ない。矢部の力は俺が引き出している。ギャー、ウドのね、ミートが F っていうのがすげえ使いづらい。いいないとね、なかなかジャストミートしないと持っていけないからね。もう限りお前もやる気なスイングじゃないか。立川に勝ってるし、1点も取られてないのに。やっぱりあれか、やる気がないからスタミナの底上げができてなかったんだな。そしてゆるちゃん、評価がわからない。ひどい、ひどすぎる。ゆるちゃんまだ4上がる。やる気がなさすぎる。大丈夫かこれ。どうする。精神が溢れそうだな。ど根性直撮りしちゃうか。ウド、よし。ウドなの。ウドじゃないの。ほら、こいつは完全にタッチアップ要因だな。ツーアウトランナー二塁という場面で佐瀬、投げた、見送ってストライク。結構スライダーを投げてくるね。カモも走ったのか。投げた、打った、レフト前に出る。これはヒットになります。左バッターボックスは6番。じゃ足が速いチームだね。打ちました。初球打ち。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面でカザイン。その力配分使われてるし、パワーが少ないからかな。右バッターなんだ。打ちました。出力伸び持ってるからね。おお、走るねカザイン。さすがにツーアウトランナー一塁三塁という場面でウド投げました。初球外れてもわずかながら外れます。投げました、インコース引っ張った。ボール球ではなかった。投げた、もうカウントはツーボールワンストライク。さあ4球目、絶対に強いですね。ヒット。やっぱちょっとずれるんだよねミートが。ウドタイムリーツーベース。パワフル、なおもチャンスが続きます。打った、これはいい。だったらね、今のカモくんの方がねホームラン打ちやすいんだよ。やっぱミートはね F はきつい。とりあえずこのやる気だけど、なんとか頑張ったな。スタミナがなさすぎて降板させられる。ルナちゃんか。ユールちゃんマックスでくれっかな。ほんと怖いわ。ど根性取ろう。スタミナは A にしておこうか。じゃあコントロールは B。 変化球であれを使うから3球種目を取ったとしてもどうなんだろうな。まあいいや、取ろう。最後でどこまで伸ばせるか。虹谷、虹谷
お前をパワーコーで使いたかったよ、本当に。虹谷パワーコーで使えれば最強だよね。一球。パープル先制のチャンスを迎えました。これは開いていこう。ノーアウトランナー二塁という場面で、やべ。火山院あれだね、出塁率高いね。インサイドストライク。投球は3球目、投げた。打ちました。ポテンポテン、よし。火山院三塁回った。パープル。2点取られてる。パープル同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で、初球打ちました。まあ、矢部くんね、結構強いよね。一塁ランナーもホームイン。面白い展開になってきました。3対2。さあ次の投球、シュートはボール、インコース高め、カウントワンボールワンストライク、投げた、ボール、アウトコース低め、カウンターツーボールワンストライクです。投げた、これは入ってこない。内角高め、カウントはスリーボールワンストライク、投げました。どうだ、打った、強い当たり、よーし。パープル追加点のチャンスです。開幕戦からやっぱりね、すげえ弱くなるよね。てか虹谷が降板している。サードゴロ、投げました。フォーク決まってストライク。いいところに決めてくる。投げました。入れてくる。インロー、カーバー外れてボール。カウントは2ボール1ストライク。させだっけ超弱いやつ。こいつジャイロボール持ってる。パープル追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、岩井、そんなことないか。今日は3ランホームランを打っています。あ、さっきと違うかも。投げました、打った、掴んで、これで3アウト。パープル、ユールちゃんの経験点どのくらいだ。超気になる。マイナスいくつまでだったらいいんだっけ。もうこれはまた先発でいこう。でルナちゃんエピログもらえて、おーいいねあ、そっか、尻上がりもらえるんだ。ゆうるちゃん100超えてるかどうか。おー、超えてた、よかったよかった。最後追っといてよかったよね。結構上がったもんね、最後追いまくって。まあ8300か。ではではでは、まあ、せっかく球速があるから155とかに持ってきたいけど、めちゃくちゃ使うな。まず変化球をさばく。で134あるってことは、そう、キレとかあと順応とかがね取れるんだよね。対強打者ももらっとくか。火消しはいらないよな、先発だしね。キレを直取りしよう。タイピングが1か、しょうがない。であとは球速をちょっと上げられるだけ上げて、精神が余ってるから、そうだ、投手に切り替えるんだ。投手に切り替えて、あと余ってるのをちょいちょいと消化したいけど、スタミナかな。でこんな感じか。まあ、経験点的にはうまくさばけたか。というところでね、まあ、大高血様のね、あの筋力ポイントの稼ぎ方はかなりえぐいんで、まあ、本当にね、割と最近始めた人でサクチャレ、シラスサクチャレでね大高血様取って、あんまり急速キャラ持ってないよっていう人にとっては大高血様かなりいいと思います。でただね、暁守くんとかね結構有能な急速キャラもいるんで、そこら辺が揃ってくると大高血様の出番はないと思うんですけれども、まだまだやりたての人で大高血様しかまあ持ってない人っていう方にとってはかなり有能キャラだと思います。あとちょっとこの編成だとね、体力めっちゃ削られたのと、監督とユールちゃんにねだいぶ振り回されましたね。でもまあそれなりに、いいキャラができましたので、またね投手もねどんどん作っていきたいと思います。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。